真犯人フラグ全力考察。今日はすでに確定していることを確認しておきたいと思います。凌介に嘘はない、また二重人格もないということで、二重人格は、西島さんがいろんなメディアで否定されてますので、これはないでしょう。そして公式ガイドブックでも凌介に嘘はないと、信じていただいて大丈夫ですというふうにプロデューサーの方が言っているので、こちらも確定ということでいいと思います。続きまして、凌介の両親ですけれども、こちらの方はすでに亡くなっているという設定のようです。こちらを見ていただいたら分かりますように、すでに凌介の両親は亡くなっている設定ですと表示されていますので、こちらの方も確定ということでいいと思います。続いては、真犯人は1話から出ているということで、こちらの方も脚本家の高野湊さんがはっきりとツイートもされておりますので、真犯人は1話から出ている人物ということも確定で良いと思います。まあ、なんといってもこの第1話から出ているというのは大前提で、ノックスの実戒というものがありますので、このドラマもそれにのっとっているのだと思います。いろいろ細かい約束事はありますけどね、1話から真犯人が出ているというのも確定です。続いてはこちら、二宮が目出し帽の男に襲われたシーンですけれども、こちらの方はオフィシャル考察ガイドの115ページに、目の前に目出し帽の男かっこ林というふうに書かれておりますので、この二宮を襲った目出し帽の男は林で確定ということになります。続きましては、亀やん急便のドライブレコーダーに映った真帆、篤人、光と思われるこの映像ですけれども、この一番後ろに映っている女子高生が光でないことは確定しております。このドラレコの映像が撮られた時間が17時18分、その時に光はすでに立花一生と一緒に行動しておりますので、この一番後ろの女子高生が光である可能性はありませんということで、この一番後ろの女子高生が光でないということは確定です。続いてはこちらの1話で出てきた炊飯器のタイマーを入れたのは誰かということなんですけれども、こちらの方もオフィシャル考察ガイドの方に載っておりました。そこには真帆がタイマーをかけていたのだと、85ページですね、そちらの方に書かれておりますので、炊飯器のタイマーをセットしたのは真帆で決まりですね。ということは、セットしていたということはやはり帰るつもりだったのかなと思います。炊飯器のタイマーをセットしたのは真帆で確定です。15話からは真相に関わる新キャラも出てきませんと、鈴間プロデューサーが137ページのインタビューで答えてらっしゃいますので、新しい真相に関わるキャラは出てこないというのは確定です。そして宗教団体の教祖、こちらが佐藤義恵さんという名前でしたけれども、
こちらの教祖は完全なるビジネス教祖であってカルト集団などではないと、少しでもきな臭いこととは関わり合いになりたくないと、お金が全てだという感じだったので、これから先宗教はもう気にしなくても良いということになりますので、もう宗教関係なしと、これが確定です。そして最後はこちら、それでも探しますかのチラシを相良家のポストに入れたのは二宮瑞穂でした。こちらの方も二宮瑞穂が相良家のポストにそれでも探しますかのチラシを入れたのは確定です。ということで、今まで確定していることを確認してみました。2月27日に18話が放送されます。楽しみに見させていただきましょう。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。